坂井義則は、日本の情報工学者、東京工業大学名誉教授、日本データ通信協会理事長、元電子情報通信学会会長、東京生まれ、1969年東京大学工学部電機、工学科卒業、1974年東京大学大学院博士、家庭修了、工学博士、日本電信電話校舎入社、 電気通信研究所。1987年東京工業大学工学部助教授。1990年東京工業大学工学部教授。1994年学術情報センター客員教授。2000年東京工業大学大学院理工学研究科教授。2003年東京工業大学学術国際情報センターセンター長。 電子情報通信学会通信ソサイエティ会長2008年電子情報通信学会編集長2009年東京工業大学保健管理センター所長2011年東京工業大学附属図書館長2012年放送大学特任教授放送大学東京渋谷学習センター所長2014年電子情報通信学会会長 津田塾、大学総合政策学部総合政策研究所、客員教授、日本データ通信協会理事長、自治体衛生通信機構評議員、電子情報通信学会フェロー、映像情報メディア学会フェロー、総務省情報通信行政、郵政行政審議会委員、総務省情報通信審議会専門委員、総務省独立行政法人評価委員会委員長、 総務省戦略的情報、通信研究開発推進制度プログラムディレクター、大学評価、学位授与機構学位審査会委員長、電気通信端末審査協会理事、日本国際省審査委員、京都省先端技術部門審査委員会委員なども、歴任。情報促進月間優勢大臣表彰。テレビジョン学会には、高柳省著述賞、画像電子学会論文賞。 電子情報通信学会業績賞、ルーズ優秀論文賞、総務大臣表彰、経済産業大臣表彰賞等を受賞。ありがとうございます。